こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、2022年秋冬のユニクロ U の新作はですね、ようやくですね、ウェブの方でチェックができるようになりましたので、そちらを見ながら大人の男性におすすめのものをですね、 どんとご紹介をしていきたいなというふうに思っています。結構皆さんも楽しみにしていらっしゃったのかなと思うんですね。僕自身もまだかなまだかなとずっと待っていたんですが、ようやくですね、先日8月30日ですね、新作の発表が行われたわけですね。まあ毎回ユニクロ U は僕自身もすごく楽しみにしてるんですね。様々なユニクロとのコラボレーションがある中で、まあ一番こうオーソドックスで使い勝手がいいのはユニクロ U だと思っているんですね。 まあ以前のコラボレーションの中でユニクロとマルニみたいなものもありましたが結構デザイン的にはエッジが効いていて柄物も多かったのでまあ正直ですね僕の中ではあまりトライをすることがなかったんですね。そうてユニクロ U というのはもう結構長い付き合いといいますかユニクロとのコラボレーションも長いですしかなりですねリアルに使いやすいものがあるので僕自身も結構買うコレクションになってるんですねまあその中からですね今回結構いいなと思ったものをいくつかあったので実際に買う どうううかかというとといいころはでですすね当日試着をしななががら決めたいなと思うんですが今の段階で気になるもの、僕自身が気になるものと、大人の男性に似合いやすいものをですね、ピックアップしてみましたので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さん最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、今日は結構長くなりそうなので、前置きはこのあたりにしまして、早速1点目からいきたいなと思うんですが、ちょっと意表をついて、まず1点目のアイテムなんですけども、レディースのアイテムからご紹介をしたいなと思っています。結構最近はレディースのアイテムも、 ユニセックスで男女共に使えるようなものもですね増えてきてるかなと思っていましてその中でもアウターというのは結構サイズングが大きかったりするので、まあ、男性でも着れるものが多いのかなと思っていますその中で一押しなのが フーデットコートですね。これはもう見た瞬間に買いだなと思いましたね。非常にいいです。まあこのような着丈の長いアウターではあるんですが、モッツコートのようなミリタリーベースのデザインになっているんですが、デザインのディティールなんか見てもですね、ごちゃごちゃしてなくてシャープ、無駄がないんですよね。やはり大人っぽく上品な仕上がりになってまして、すごくね、これだったら僕ら大人世代にも似合うんじゃないのかなと思っています。まあ、シンプルなステンカラっぽいもの もででですすねメンツではあるんですがこのですね、ちょっとカジュアルなロング丈のフーデットコートはめちゃくちゃいいですね。色は2色、ブラックとオリーブになっていまして、まあブラックはもう鉄板で使いやすいと思うんですね。ちょっとモードっぽくですね、シャープにまとめるという意味ではブラックも間違いがないかなと思うんですね。まあ、僕も多分ブラックにしようかなと思いつつ、ただこのオリーブですね、ミリタリーっぽいオリーブではなくて、 ダークグリーンのような深みがあって上品に見えるようなオリーブでこの色合いがすごくいいんですね。なのでちょっとこう違いを出すにはオリーブもいいんじゃないのかなと思っているんですね。難しい選択肢です。いずれにしろですね、これは大注目のアイテムかなと思っています。首元もですね、スタンドカラーのようにですね、しっかりとこうボタンで止められるようになっていまして見せ方も色々と工夫ができるかなと思いますね。これはね、いいですよ。しかも機能的にはブロックテックということで、まあ 素材はですね、丈夫なコットンキャンバス素材のコートということで、質感もすごくいいんじゃないのかなと思いますね。長く使うことで味わいが深くなってくるような、そんな雰囲気が漂っているので、これは一着持って数年着るのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思います。まあ、サイズに関しては最初からゆったりめではあるかなと思うんですが、まあ、男性が着る場合は L だとか、XL だとか、そのあたりのサイズか、まあ僕なんかはですね、小柄なので M でも全然問題なく着れるんじゃないかなと まず最初はですね、このフーデットコート、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思っております。はい、続いてメンズの方に移っていきたいと思います。 はい。ま、いろいろとね、商品あって、まあ、全体的に見てみると、まあ、ユニクロ U も結構数年やっていて、ある程度デザイン的には、あ、こんな感じだよねというところで、予想ができるというわけではないんですが、なんか想像の域を超えないものが多かったんですが、まあ、今回も結構使いやすいものがありながらも、新鮮さがあって、これはいいんじゃないかなというものが、比較的多かったかなと思ってまして、すごくテンションは上がっています。その中でも、まずはアウターから行きましょうか。一押しはですね、ユーティリティー ショートブルゾンですね。これは良さそうですね。まあ、いわゆるですね、最近こうトレンドになりつつあるアウターの中でもロング丈ではなくてコンパクトな丈感のもので、まあ、こういったものがまさに秋ですね。これからもう本当に9月にかけてめちゃくちゃ活躍するアイテムかなと思うんですね。まあ、着丈が短いので足さばきもいいですし、なおかつトレンド感もあるというところでは非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていまして、ちょっとこうワークテイストで、まあ、いわゆるこうバブアーとか そのあたりのアウターと近いようなデザインになってまして、いわゆるワークっぽい雰囲気のアウターになってまして、まあ、例えばバブアーだとか、そのあたりのアウターをちょっと彷彿とさせるようなカジュアルな雰囲気がありつつも、でもデザインのディティールが非常に凝っていて、無駄がなくシャープというところ、土臭さが全くないというところが、さすがの仕上がりだなというふうに思っています。で、色に関してはブルーとですね、これが オリーブですか二色の展開で、これまたね、難しいですよね。だいたい複数のカラーバリエーションがあったら、まあ、これだなという形で、一色、自分の中で欲しいものが、明確にあるっていう感じが多いんですが、今回は、二色とか三色あっても、どれもいいというものが多くて、結構困っちゃうんですね。まあ、ブラックではなくてブルーということで、まあ、ネイビーに近いような深いブルーになっているんですが、このね、色合いもすごく綺麗ですよね。シャープに引き締めるのであれば、 ブルーががすすごくいいかなと思うんですがオリーブのねねこのの感じもやぼったく見えないんですよ、ね、非常にオリーブの中でも品があって上品さがあるような色合いですね。オリーブとブラウンがこう混ざったような色合いで、この曖昧な色合いの表現というのがまさしくユニクロ U らしいなと思っています。腰におっきめのポケットが2つついていて、そして左の腰ポケットの上にはさらに小さめのポケットがついているという形で、まあ、ジャケットで言うとですね、チェンジ ポケットみたいなイメージでこのあたりのディティールもね非常にいいなと思っていますあとは襟元ですねここもですねこうしっかりと締められるようになってましてまあ、前回の春夏ぐらいからユニクロ U でもこのようなアプローチが増えているんですが立ち襟にして首元を締めるというのもバランスとしてはすごくいいと思いますし結構見え方をガラリと変えられるので個人的にはこのディティールすごく好きなんですね これはね、バランスいいですよね。で、商品の概要を見てみると、裏ポリウレタンコーティングでワックスの裏、 フーアを出した素材ということでこれねちょっと想像がつかないんですがちょっとこうぬめっとした感じですかねこの辺りの素材の見せ方もこだわりがあってちょっとね通常のインラインではないようなアプローチになってるのでかなり楽しみかなと思っていますねまあ、腕の下にベンチレーションプラスしたりだとか着心地だとか機能性の部分においても抜かりなく完成度が高いのでまあ、非常にこなえたコレクションでいいなと思っていますねこれは僕欲しいですねちょっとなんか丈の長いシャツと合わせたいし なななががらら着着丈のバランスをね調整しててみたいいと思っていますそしてですね、もう一点気になるのが、ブロックテックコートですね。まあ、いわゆるちょっと丈の長いステンカラー調のものですね。まあ、オーソドックスなコートではあるんですが、少しですね、ボタンの位置が正面からずれているところであったりだとか、ここも腰ポケットですね。かなり大きめについていまして、デザインのアクセントになっているというところ、ここもね、非常にいいですね。で、丈もですね、長いんですが、まあ、通年 前ののめちゃくちゃゃく長長い丈の長さよりは少しコンパクトにななってるかなと思うんですねただこれが公式スタイリングという形でモデルさんが着てるからなのか、ちょっと着たはですね、以前より気持ち短くなってるような気はしています。まあ、行き過ぎたオーバーサイズというところが収まってきて、まあ、少しずつですね、ゆったりサイズではあるんですが、 そんなに大きすぎないようなバランスになっているような印象があります。まあ色は2色なんですが、まあブラックはオーソドックスで間違いがないところだとは思うんですが、まあなんと言ってもこれは57番のオリーブですね。この色がまあ圧倒的にいいんじゃないのかなと思っていますね。まあ色の風合いがやはりユニクロ U らしいですね。品のあるオリーブですね。 あんまりこうミリタリー色が強くないので、これだったら大人の男性が品よく着るにもいいんじゃないかなと思います。これにブラックのパンツだとか白シャツを合わせれば、もう完成してしまうような非常にいい色合いなんですね。ちょっと襟を立てて着るのもいいかなと思いますし、まあブロックテックの素材ということで、ある程度雨風にも強いというところで、これから秋にね、ちょっと雨が降る時なんかにも使えますし、これは非常にバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあポケットが大きいとね、なんかバッグを持たなくても良かったですので、そういった収納量の面 でおいても非常にバランスがいいかなと思うので、これも要チェックですね。なんかアウターが結構欲しいものがあるのが怖くて。 一点あたりの単価が上がるじゃないですか。なので、ちょっと困ってるんですよね。そして、ウールブレンドシャツジャケットというですね、このアイテムも、これもまたですね、間違いのないアイテムだと思います。これはね、ちょっと画像を見ていただきたいなと思うんですが、セ、まあ、シーズン、まあ去年なんかはですね、ユニクロ U ではなくて、プラス J でも似たようなものがあって、このようなもの僕大好きで、結構去年、ガンガンに来たんですね。まあユニクロ、プラス J のものが気に入ってしまって、その後、 H Beauty and u のオリジナルで同じようなシャツアウター、別で買ってしまったぐらい、このような着丈が短くてシャツ状なんだけども、ウール素材のものっていうのは僕自身気に入っているんですね。色はね、やっぱりダークグレー。このようなウールのシャツってダークグレーがすごく綺麗なんですよ。深みがあって、やぼったいグレーではなくて、ちょっと都会的なグレー。非常にいいですね。まあ、今季は僕はちょっとね、 プラス J のものまだあるので買わないですが、これはめちゃくちゃいいと思います。バンドカラシャツなんかを内側に合わせながら着たらすごくいいかなと思うので、一押しですね。1万円切って9,990円ということで、これも気になります。まあブラックよりも、もうこれは断然ダークグレーがおすすめなので、まだこういったものは持ってない方はですね、チェックをしていただきたいなと思います。まあ丈の短いアウターとして、ユーティリティショートブルゾンとウールブレンドシャツジャケットという2つの選択肢があって、これどっち どちらかを選ぶといいんじゃないのかなと思いますが、個人的には UTT ショートブルゾンが、まあ、持ってないテイストなのでいいんじゃないのかなと思っています。 はい。こんな具合でアウターは見てきましたが、続いてセーターカーディガンジャンルからいきたいと思います。まあ、オーソドックスで使いやすいものが多いですね。襟型で言うと丸首があって、V ネックのカーディガンがあって、そして、まあ、通常の V ネックセーターというところがあると。まあ、さらに言えば、冬に活躍するようなタートルネックというところで、非常にですね、こうバランスよくニットもラインナップされてるのかなと思っています。まあ、その中で気になるのは、 個人的にはね、プレミアムラム、リブ V ネックセーターですね。これね。 なんか、襟型って、まあ、ここ数年というのはですね、丸首全盛で、V ネックの勢いがそんなになかったんですね。かつて V ネックがめちゃくちゃ流行った時期もありまして、15年ぐらい前のイメージなんですけども、僕も会社員時代結構ニットと言ったら、V ネックしか着なかったですね。それも、しかもですね、なんか素肌をガッツリ見せるように、V ネックのニットを着せたような時期もありまして、まあ、それからですね、ちょっとセクシー路線の V ネックが、個人的には距離を置きたくなりまして、丸首 のニットをですね着ることが圧倒的に多くなってきたんですがここ数年 V ネックがですねその反動で多くのブランドから出されるようになってきましてまあ、今期ユニクロ U からもリリースになるということでまあこれなかなかいいんじゃないのかなと思いますね編み目は結構ざっくりとしていて薄手というよりは中肉厚ぐらいになっているのであまりキザっぽい雰囲気ではないかなと思いますしあとはですねサイズングもそんなにこうピタッとした感じじゃないのでかつて流行ったような V ネックのニットとかそういった形の雰囲気ではない ので、これね、久々にトライをしてみたいなと思いますね。着方としては、もうこれをですね、素肌がっつり見せて着るっていう感じではなくて、下に無地の白 T シャツを着て、その上にですね、V ネックのニットを重ねるというのがバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、カラーに関しては3色あるんですが、これはね、難しいところですね。個人的には、ダークブラウンを白の T シャツと合わせるという着方もやりたいなと思いますし、あとはですね、30番のナチュラルもすごくいい 色ででで真っ白白はないんですがこのね、ニット4000円非常にいいかなと思うので、色は迷いますが、まちょっと濃い色がですね、秋冬のアウターには多いので、ナチュラルもいいんじゃないのかなと思っています。このあたりを内側に入れることで差し色っぽく使うのもいいかなと思うので、この V ネックはね、ちょっと久々に買ってみたいなと思います。かつてはですね、V ネック大好きで着まくっていたんです ですが t シャツの上に v ネックを着るという着こなし自体は僕の中では中学生の頃によくやってたんですけどもまあその時代を思い出しながらそれをアップデートしたスタイルをね今年は楽しみたいなというふうに思っていますそして v ネックカーディガンもいいなと思いますねこれもねリブがしっかりと太めでざっくりとした雰囲気がなかなかバランスがいいなと思っていましてもう t シャツの上に1枚羽織れば着こなしが完成するというところではすごく使い勝手がいいんじゃないかなと思いますこれも三色展開なんですが、まあ、個人的に これはダークブラウンがすごくいいんじゃないかなと思いますね。ミディアムグレーに関してはちょっと とこう失敗すると暮ったくなるかなと思ってまして、それよりはダークブラウンのコクがあって上品な秋っぽい色合いがすごく使いやすいかなと思うので、まあ、シンプルに白だとかライトグレーのユニクロ U のね、エアリズムの T シャツと合わせてもバランスがいいかなと思うので、これざっくりめのサイズですね。まあ、ワンサイズ上げて M サイズぐらいで選ぶのがいいかなと思うので、これもちょっと買ってみたいなと思っていますね。まあ、インラインの、まあ、いわゆるベーシックなカーディガンとかもいいんですが、まあ、毎シーズン やっていてそんなに新鮮さがないのでまあ、このようなユニクロ U で少し見え方変えてあげるのもバランスがいいんじゃないのかなと思っていますそしてまあもう定番ですね クレープウールクルーネックセーターですね。まあ丸首のニットなんですけども、このあたりも鉄板で使いやすいんでしょうね。まあ非常にこのあたりも安心感があります。まあカラーですね。このあたりも僕はもうあえてブラックっていうところはもう選ばないで、ちょっと今までいない色を選びたいなと思うんですね。まあかといってダークオレンジは少し主張があるかなと思っているので、やはりですね、57番のオリーブですね。 ま、色にね、こう混じりっけがあって、このあたりの平坦に見えないような感じ、すごくいいなと思いますね。去年このような色合いのものを H Beauty and u で買いましたが、結構ね、色の混ざりがあるっていうね、この素朴さだとか、あとは単調に見えない感じってすごくいいので、3990円でね、これが表現されるのって、すごくいいなと思いますね。サイジングもちょっとゆったりめになってまして、まあ、このですね、腕付けの部分、そして腕周りですね、サドルスリーブになっていまして、このあたりの前から見た時の,この のラインですね。このあたりも含めて、ちょっとこう、通常の丸首のニットとは、少し違いがあって、デザイン的な特徴も楽しめるかなと思うので、このね、クルーネックセーターもね、見逃せないですよね。 うん、まあ、三種類ありますが、まあ、タートルは個人的にあんまり着ないんですよ。首回りがあるのが、ちょっとこう、あんまり得意ではないので、これはパスしたいなとは思うんですが、まあ、首周りのね、暖かさを求める方は、これも仕上がりがいいかなと思うので、おすすめです。なんかハズレがないんですよね。普通にこのパーカーもいいし、もうね、このジャンルで置いても全部良かったなとは思います。ただ一押しは V ネックのニットですね。丸首の T シャツと合わせながらっていう 着方もちょっっとと久々に楽しみたいなと思っていな思てますで、シャツジャンルなんですが、えー、今回は5パターンありますかね。まあ、シンプルなレギュラーカラーのものがですね、基本的には多いのかな。そこに一つですね、スタンドカラーシャツということで、まあ、襟元がスッキリとしているもの、チェック柄ですね。これはね、個人的には パスですかね。悪くないんですが、なんか、すごく惹かれるチェック柄っていう感じではなかったですね。それよりは、フランネルオーバーサイズチェックシャツの柄ですね。こっちの方のダークグレーがいいかなとは思いました。去年もチェック柄のシャツありましたが、個人的には去年の方が色合いとか柄の雰囲気は好きだったかなと思っています。まあ、すごくね、チェックを試すのであれば、この4000という価格でユニクロユデっていうのは非常 非常にいいかなとは思うので、今年らしさというところ、ちょっと英国調のね、チェックシャツというのもトレンドアイテムに上がってきているので、このあたりを試してみるのもいいかなと思うんですが、個人的にはちょっと買うというところには至らないかなと思いますね。まあ、レギュラーカラーのシャツとかも非常に良くて、まあ、これまで何着もね、ユニクロで買ってきましたが、まあ、個人的には、うん、まあ、今季はもういっぱい持っているのでパスかなという感じがしています。で、まあ、これまたね、もう僕も持ってるんですけどね、まあ、オーバーサイズワークシャツ、いわゆる こうレギュラーカラーがついていて胸元に左右対称にポケットがついてるというこのディティールねまあ、これもね毎シーズンユニクロ U ではこういったものってやっていたりして毎回好きなんですよねうん今年も出ちゃうんですねこういうもの まあブラックはオーソドックスで使いやすいんですが、まあ、このね、34番のブラウンの色合いですね。まあ、ブラウンの中でも結構アイテムによって色合いが違くて、これはちょっとこう汗感があるような色合いで、着古したような感じが出ていて、これもね、いいですよね。 なんかボタンに至るまでディティールもですね、非常に作り込みが良くて、いいなこれも欲しいなと思ってまして、まあ、もしシャツを中から選出をするのであれば、オーバーサイズワークシャツ、個人的にはこれがゲットしたいなというふうに思っています。まあ、ちょっとね、トップスに関してはシャツよりも個人的には、ニットの方が使いやすいかな、欲しいものが多かったかなという印象ですね。 はい。続いて、まあ、T シャツ、スウェットジャンルにおいては、なんか、ま、今回新しく発表されたというよりは、まあ、継続でやってるものが多いので、まあ、今回は大きく触れないんですが、まあ、その中でも、ガーメント台、スウェットシャツなんかはね、良さそうですね。いわゆる製品染めをしていて、ちょっとこれも色の汗感が楽しめるというような、まあ、スウェットということでね、これね、いいですよね。 うんなんかこれは個人的にはワンマイルウェア的に使いたいなと思っていましてなんかね部屋の中でスウェット着るってあるじゃないですか楽だしすごくねこういったものって着やすくてそのまま外出もできるのでいいんですが、まあ、その中でもユニクロのインラインのものだと、まあ、ちょっとテンション的には、まあ、みんな持ってるだろうなというところで上がらないんですがこのダークグレー08のダークグレーなんかの汗感なんかは非常にいいので室内で着ていてワンマイルで着ても 全然いいと思うしこの上にアウター羽織って、全然外へ来てもおかしくないようなバランスなので、これはいいんじゃないかな。肩のラインも落ちていて、トレンド感もありつつ、しっかりとね、これまた、まあ、ベーシックながらもユニクロ U らしさが存分に味わえるのかなと思いますね。この色落ちの感じ、グレーいいな。すごくいいっすよね。 なんか今回はね、すごい当たり年な感じがしていて、欲しいものがいっぱいあるんですが、まあ、こんなところでしょうかね。はい、T シャツ、スウェットジャンルは、このガーメント台、スウェットシャツが個人的には気になってまして、ダークグレーが 欲しいなぁと思っております。というとこですか。はい。続いて、ボトムスですね。これもですね。まあ、かなり使い勝手が良さそうなものあります。セルビッチレギュラーフィットジーンズなんか。このあたりはね、もうベーシックにあるので、まあ、今年もね、買い足される方、いてもいいんじゃないのかなと思いますね。今年も買い足されるという方もですね、すごくおすすめなので、いいかなと思います。タックテーパードチノ。 これじゃないですかね、まあ。タックテーパードパンツ、インラインのものもいいなと思ってまして、このあたりの雰囲気だとかシルエットというのは、もともとユニクロ U でやっているのはボトムスに近いなという感じがしていて、まあ、原点はユニクロ U のこのあたりのボトムスかなと思うんですね。今年は血の素材で3色展開と、まあ、ベーシックなベージュ、 ま、ベージュというよりはブラウンなのかなブラウンという、ブラウンもですね、ちゃんとタックが入っていて、ワイド目になっているので、いわゆるですね、おじさんが履いてそうなチノパンよりも、おしゃれ上級者の方が、あえてちょっとワイドシルエットに振ったようなチノパンの使い方ってよくされるんですが、それが割と手軽に表現できるというところで、このブラウンを選ぶのもいいのかなと思っています。ただ個人的には、ブラックはね、結構タックテーパードパンツでも満足してしまっているので、このね、ダークグレーの の08番がすごくいいなと思いますね。ダークグレー最近なんかユニクロ U のカラーとしては僕は印象が強いんですが、この色合いはかなりいいですね。濃すぎないで適度にグレーの感じも漂いつつ、なんか破ったくならないという雰囲気もすごくいいですね。この08ダークグレー、ウエストサイズ僕ジャストで着たいので、これは 70はオンラインだけなので、え、完売する前にですね、すぐにチェックをしていきたいなと思っています。他にはレギュラーフィットジーンズなんかもいいかなと思いますが、ボアスウェットトラックパンツ、このあたりのエイジー仕様のですね、パンツもなかなか良さそうな気はしていますね。カラーはカーキとブラックの2色なんですが、これ、センターステッチ入でということで、センター部分がプレスしてあるだけではなくて、縫い込んであるんですね。なので、この部分、 このセンタープレスが消えないというところも含めて、なかなかバランスがいいんじゃないかなと思いますね。まあ最近このようにクリス部分が最初から縫ってあるものって増えているような気がしていまして、僕の中ではジャブスアルキビオというイタリアのブランドがあって、そこら辺のボトムスって結構縫い込んであるものが多かったんですが、まあそのようなボトムス結構前からリリースされてますが、ユニクロ U ではこういったアプローチは結構珍しいかなと思ってます。イージー仕様になっているようなカジュアルな雰囲気なんですが、ちゃんとタックの部分が縫い込まれているという、 タップがすごくいいなと思ってまして、サクッとワンマイル的に履けるかなと思っているので、これはブラック欲しいですね。テーパードさせたワイドフィットというところで、これも XS は早めになくなりそうなので、すぐに買いたいなと思っています。こんなとこでしょうかね、ボトムスは。まあ、グッズも色々とありますが、個人的にはですね、 買わないです。ユニクロのグッズは、いいんだけども、バッグだとか、帽子だとか、ストールに関しては、まあ気軽に買えていいんだけど、もうちょっと価格を上げて、気分が上がるようなもの、そんなに毎回買い足すようなものではないので、あんまり買わないんですよね。その中でも多分話題になりそうなのが、ブロックテックフィールドハットということで、ツバが浅めのハットですね。このあたりは人気でそうですね。ちょっとね、ブロックテックということで、まあ機能的な素材感もいいし、なんかね、この色の照り感というか、 少し光沢感があるような風合いも含めて、なかなか雰囲気がいいんじゃないのかなと思いますね。世代的に僕らが結構ね、こういった幅が狭いですね、バケットっぽいハットって、そんなには被らないと思ってるんですが、まあこのようなハット系にね、ちょっとトライしたい男性も多いかなと思うので、そういう場合はね、これ使い勝手はいいんじゃないかなと思います。個人的には多分買わないと思うんですが、なかなか良さそうでしたね。ニットストールも無地ですごくね、バランスいいので、これまた ダークグレーとかね、そのあたりの色合いなんかをコートにサクッと巻くと、それだけで首元のボリュームが、それだけで首元のボリュームが増して、おしゃれ感も増すので、これは、うーん、いいかもしれないですね。ちょっと買ってみるのもいいかな。3000円でこのクオリティは素晴らしいなと思うので、このあたりもチェックをしていきたいなと思っています。という感じでしょうか。はい。ということで、今回の動画では、 ユニクロ U の秋冬の新作ですね。2022年バージョンを皆さんにですね、発売前にレビューをさせていただきました。かなり欲しいものたくさんあって、動画としても長くなってしまったんですが、まあ、実際にね、あとは実物を見ながら買うものをですね、決めていきたいなと思っています。答え合わせですね、どれを買ってどれを買わなかったのか、これはチェックしてなかったんだけど、着てみたらよかったっていうものもあったりするので、ぜひですね、当日、いつになるのかな、9月中旬っていうことで言っているので、 おそらくですね、9月の16日金曜日じゃないですかね。だいたいユニクロ U の発売日って金曜日になるので、まあ、中旬っていうところで16日。去年もおそらく9月の17日ぐらいだったと思うので、これぐらいにリリースされるかなと思うので、ぜひ次回のね、実際に木長屋のレビューも楽しみにしていただければなと思っています。まあ、こんな形でですね、こちらのチャンネルではベンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらまだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 はい。ということで以上、スターリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。